こんにちは、粟田洋介です。今日はアクリル絵の具、アクリルガッシュ、それからガッシュという3つの種類の絵の具についてお話しします。私が一番よく使っているのはこのアクリル絵の具なんですが、アクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがあります。私の知り合いでもこのアクリルガッシュを使っている人が結構います。で、この2つが同じものだと思っている方も多いようですが、アクリル絵の具とアクリルガッシュという名前が違うぐらいなので、これらは違う種類の絵の具ということになります。で、これらはアクリルガッシュなんですけど、ガッシュっていう絵の具があります。日本語では不透明水彩絵の具というそうです。で、幅広く水彩絵の具と言っているのは透明水彩絵の具のことだと思います。で、私はその透明水彩絵の具も使うんですけど、水彩絵の具とガッシュを私が分けて使っているのは、透明水彩絵の具よりもガッシュの方が色が濃くて強いんですよね。その色の濃さっていうのはブランドとか商品によっても変わってくるのかもしれないんですけど、私にとってガッシュの色の強さがすごく魅力的なので、私はガッシュを愛用しています。で、アクリル絵の具というのは私がメインで使っている絵の具なんですが、これも色が濃くて、ガッシュとの違いは、ガッシュは水彩なので乾く前も乾いた後も水に溶けます。でもこのアクリル絵の具は乾く前は水に溶けるんですけど、乾いてしまうと水に溶けなくなって固まります。なので、アクリル絵の具は作品が乾いた後は水で濡らしても、濡れた絵の具を上からなぞってももうこの絵の具は溶けることがありません。でもガッシュの場合は作品が乾いた後も水でこうやってやるとね、滲んで溶けてしまいます。でもパレット、これはガッシュなんですけど、全部乾いています。しかし水で濡らして再利用することができますが、アクリル絵の具の場合はもうこういう風に固まっちゃうと水で濡らしてももう溶けません。そしてこのアクリルガッシュ、とても紛らわしい名前なんですが、その昔私はこのアクリルガッシュというものとアクリル絵の具というものが同じもので、アクリルガッシュっていうのはアクリル絵の具の商品名だと思っていて、で、実際アクリル絵の具と一緒にこのアクリルガッシュを使ってキャンバスに絵を描いていたことがあります。なんかいつものアクリル絵の具と違う感じで、なんかすごく違和感のある使い勝手でした。まあ安いし結構使ったんですけど、なんか使い勝手が良くないなと思って使うのをやめました。で、これが実際2013年にアクリルガッシュでキャンバスに描いた絵なんですけど、なんかちょっと薄くなってるような気がします。アクリルガッシュっていうのは紫外線に弱いって聞いたことがあるんですが、実際にそうだと思います。ちょっと厚塗りするとひびも入りやすい絵の具だと思います。でもこれ悪いことばっかりじゃなくて、例えばこのガッシュなんですけど、水に濡れると溶けるので、それはそれでありがたいことなんですけど、アクリルガッシュは乾いてからは水に溶けなくなるので、この不透明水彩のガッシュの方、これとはまた違う使い勝手で描けるし、ガッシュとか水彩で描いた時に作品が濡れちゃうと水でそこが溶けちゃうんですけど、アクリルガッシュで描いた作品は水に濡れても溶けないので、そういった点はアクリルガッシュの長所なんじゃないかと思います。なので、アクリル絵の具、アクリルガッシュ、ガッシュ、なんとも紛らわしい名前なんですけど、まあ使ってみるとそれぞれの良さがあって、どれもいいものなんだと思います。ということで、今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方は、グッドボタンを押していただけるとありがたいです。またチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。